ディアナはイタリア海軍が第二次世界大戦前に建造した通報艦である。本艦はイタリア政府の公式ヨット圏通報艦任務に使用する艦として設計されたが、完成は第二次世界大戦勃発後の1940年11月12日であったために高速性能を生かして高速輸送艦として用いられた。主戦隊は 視野の強い朝鮮首労型で、艦中央部に、環境、煙突を含む、上部構造物が配置された。上部構造物は、船体幅いっぱいに及ぶ、比較的容積の大きなものであり、高出力機関を搭載しているため煙突も関係の、割には大きなものであった。上部構造物前後には10.2センチメートル炭素法の、砲座が設けられた。本級の手法には、 アームストロング製1917年型1 0 2トル砲を採用した。その性能は重量1 3 7 4ラムの砲弾を行角45度で1 1 7 0 0ルまで届かせることができた。方針の不行能力は行角45度、深く5度で旋回角度は360度の旋回角度を持っていたが実際は 上部構造物により社会を制限を受けた。装填形式は自由角度装填で、発射速度は人力装填のため毎分7発であった。これを単装砲画で2機が搭載された。対空兵装として、ブレダ製1935年型2センチメートル機関砲を採用した。その性能は、 重量 134g の砲弾を行四45度で 5500m まで、行角90度で高度 2900m まで届かせることができた。方針の不行能力は、行角90度、不角10度で、旋回角度は240度の旋回角度を持っていた。装填形式は自由角度装填で、発射速度は毎分120発であった。これを連装砲がで二機と、 単装砲がで1機が搭載された。他に、機雷28から42個を搭載できた。収益後しばらくは公式ヨットとして使用されたが、第二次世界大戦の勃発により、駆逐艦並みの瞬速を生かして、高速輸送艦として扱われ、戦局の悪化に伴って魚雷艇11隻を搭載する母艦に改装されて、マルタ島への襲撃作戦も行った。 1942年6月29日にトブルクへと、平因輸送中に、イギリス海軍の T 級潜水艦、スラッシャーの魚雷攻撃を受けて撃沈された。ありがとうございます。